はい、ナギです。おはようございます。今日も、今日はちょっと寝た方かな。まあ、なるべく早く寝るようにしております。やっぱり10時から2時の間に寝るの、この4時間を外したらあかんらしいですから、だいたいいつも2時待ってから寝てますので、昨日はちょっと頑張って1時になるまでに寝ました。それでまあ、いつも同じ6時過ぎに起きたので、まあ、起こしすぎじゃないな、5時半ぐらいか。まあやっぱり睡眠をもっと取らないとダメですね。僕はまああんまり筋肉的な労働してない、労働がしてないので、まあ肉体疲労したりとか筋肉を鍛えたりする人は7、8時間寝た方がいいらしいんで、まあもうちょっと寝た方がいいですよね。まあ人によってそれぞれやけど、まあどうです。あ、なるべく自分のペースを目指さないように寝てくださいね。今日1曲目は大好きな浜翔で、君の名を呼ぶを歌いたいと思います。いきます。最近好きな曲を歌いにくい時もあるし、いろいろやな。胃の中に飛び込むような恋、愚かだと分かってる。ムーブルの底沈んで見上げた太陽のように揺らめいて砕けてはキラキラ輝いてる。黄昏に真夜中に明け方の空にギター弾くように君の名を呼ぶ。切なくて苦しくて息が止まるほど君が欲しい今すぐ。時計の針12時指してる。触れてくれ帰らずに。見つめ合うと言葉を失う。友達のままでいい心の中、ささやく声、街角で仕事場で地下鉄の中で歌うように君の名を呼ぶ。
愛されることなんてないと知っていても、君が欲しい今すぐ。ふと見せる寂しそうな仕草、誰かに恋してるの。黄昏に真夜中に明け方の空に、ギター弾くように君の名を呼ぶ。切なくて苦しくて息が詰まるほど、君が欲しい今すぐ。黄昏に真夜中に明け方の空に、愛しい君の名を呼ぶ。山田翔吾さんね、君の名を呼ぶ、ナギでした。こういう情熱的な恋はもうないかな、どうでしょう。まだお友達やのに、あるいはお友達になってない方はぜひチャンネル登録ボタン押してね。この辺にあります、チャンネル登録してね。 See you.